みなさんこんにちは。なでしこ専属女優になりました一条きみかです。この度スカパーアダルト放送大賞2014年熟女女優賞にノミネートされました。わーい、ありがとうございます。私デビューして1年ちょっと過ぎたんですけれども、まさかこの賞にノミネートされるとは思っていなくて、とっても嬉しいです。ありがとうございます。来年はもっともっといろんなことにチャレンジして飛躍の年にしたいと思っております。皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。